got rid of the commercial, though. 私はやっぱこう原作 FF7 っていうのはやっぱ子供の頃に一ファンとしてこうプレイしてたので、その自分の中でこうなんだろうな、変えてほしくない FF7 のこのイメージというか あるんですよ。ここは聖域であって手を入れないでほしいっていう。ただまんまはやりたくなかった。Yeah, I think everybody has those, そこは難しいさじ加減ですけど、I have my own, of course. そうじゃないと意味がないというか、リメイクの終わりのエンディングの時にですね、未知なる旅は続くというコンセプトワードがあったんですけれども、やっぱりプレイヤーが体験したことがない旅、原作を知っていても新鮮に思える。それはだからやっぱりその単に皆さんが知ってる続きの物語がこの後描かれるというわけではないんですよ。驚きのある旅だった後もありますよということを暗示した言葉としてあれを考えたってところですか。そういう意味でやっぱり原作のこう大きな流れというかこう構成っていうところはそこ変えない中、その中にいかにこう違う変化を入れながらユーザーに対してなんかこう期待感とかこういい意味での不安感を与えれるかっていう方がやっぱリメイク作品としてユーザーに届きやすいだろうなっていうのが思ってたんで。リバースの場合はメインストーリーの他にもキャラクターごとにクエストがありますので、それぞれのキャラクターが活躍するクエストをプレイしていただくとですね、そのキャラクターのさらに面白い言動であるとか秘めた思いとかそういう隠されたエピソードみたいなのも見えるようになってます。原作ではもちろんボイスがなかったので今回初めてボイス付きでこうこんなこと言ってたんだとか、If you haven't seen my reactions, こんなキャラだったんだっていうのが Podcast, it's on 初めてこう分かるので、非常にこう first time I saw, like, 意外だったって感じかな。Just, ヴィンセントには暗い過去があり、彼の心の闇と悲しみを声と喋り方に反映させようと努めました。シリアスでハンサムなこうホラー的な要素を見た、so、その魅力的な怪しい魅力を持ったキャラクターだっていうイメージがあったんですけども、you know, それとは違う、ちょっとね、おちゃめなんだけど、ちょっと面白い原作ではこう、I still felt the same as I did when I was playing, when I was doing my first playthrough. Of course, it wasn't as good, but it was pretty close. 持っている印象と実際の設定とで差があると自分は思っていましたので、まずシドはおじさんのイメージがちょっとあると思うんですけれども、実は若くてですね、30代前半なんですね。ですので顔を作るときにそれをすごく意識しながら作っていました。特にヒゲの長さとか生え方に関しては野村さんと話を何回も重ねて今の、リバースらしいシドが作れたかなと思っています。例えばシドですが、彼がアメリカ南部の訛りがありましたので、それをリバースでも採用しました。魅力はその明るさというか、まあ、元気な忍者の女の子っていうところが、まあ、当然あると思うので、イベントとかの演出面についてはそのドジっ子要素っていうものを、まあ、入れるようにしたりとか、例えばいいのかな言って途中で転んだりとか、イベント中にそういうちょっとドジない要素が入ったりとか、あと例えばイベント以外でも普通に鼻歌を歌ったりとか、歌をよく歌うところがあるんですけど、そういう時もただなんとなく歌ってるんじゃなくてちゃんと全身を使って。ユフィは喜怒哀楽がとても激しいキャラクターだと思いますが、まあ、特にバレットとの、やり取りでは、まあ、ユフィのその、まあ、涼しいところとか無邪気なところとかが、よく見えてとても楽しかったと思います。まあ、そこをどんどんこうバトルだとどうだというと、やっぱもうとにかく動き回る、忍者らしく動き回るっていうところと、あと気持ちよさ、バトル中のレスポンスであったりとか、触ってもどんどん触りたくなるような気持ちよ、良いプレイができるっていうので、バトルは進めています。レッド13に関しては死んだビルに北条博士に捕まってた時期が長かったので、もうそれが解放されたということで、もうとにかく家に帰りたいという気持ちでリバースでは
リメイクでは主にレル・サティンの真面目な面が見せられており、でリーバースでは彼のコミックの面も見られます。トラとかライオンもそうですけど、あんまりその表情に対して喜怒哀楽みたいなものって分かりづらいですね。人間みたいにこう眉がすごく動くわけではないので、すごくこう怒ってるかニュートラルかくらいだったら分かるんですけど、それ以外の悲しいとかなんていうか喜んでるとかっていうのってすごく分かりづらいんですけど、レッドではその部分がすごく重要なので、もうそういうのはもうリアルとはちょっと外して、あのユーザーに届きやすい感じでもっと分かりやすい表情をさせています。レッドサーティンは PC キャラですので、他の PC 同様、例えばはしごを登るとかフィールドアクション的なこともしなければならないし、椅子にも座らなければならない。でチョコボに乗るところとしては、野村さんからチョコボに乗るときにお座りの姿勢はさせたくないというオーダーがまず一つあって、でその上で手にあの手綱を握らせるというところはマストとして、そこからいくつかポーズのバリエーションを作って野村さんに見ていただいて、I love how much they wanted Red 13 to be a human, like making human animations and everything. 自分もあのバリエーションの時に悪ノリでちょっとポーズ作ったりもしてたんですけど、 That was awesome. もうどれも多分面白い感じに多分なってるとは思います。あとは他のキャラクターと違って手で攻撃するとかって言っても、まあ、4足が基本のポーズであるので、攻撃のバリエーションも他のキャラと同じようにすごい数がある。でそこの差別化をしていくのは、まあ、とても難しいという感じでした。まあ、前作 の, そのキャラクターがある中で今度レッド13を追加するっていう時に、まあ、全く違う遊び方を作りたかったんで、まあ、その防御からこう派生していろんなものが展開していくっていうタイプのキャラはまだいなかったんで、まあ、そこでそのポイントに注目してまあ、企画を詰めていったっていう形です。もう一個はそのパーティー全体のこう絆ですね。クラウドとこうキャラクターっていう、こうものではなくてパーティー全体の絆。結構こうファイナルファンタジーってストーリーがすごく注目されるゲームですし、まあ、キャラクターが愛されるゲームなんで、まあ、そこをこうバトル側からも支援というか深くこうそこに密接に関わっていけるような要素がやっぱ必要だなと思ってたんで、Hell yeah. まあそういう意味で連携要素っていうのを追加させてもらったんです。まあゲームの中だとあのパーティーレベルっていうパーティー自体のこう絆をレベルに表現してるんですけど、まあ、仲間の絆も増えていくとこうあのゲーム的なキャラクターの拡張性も増えていって、その拡張性が増えることでバトル自体のキャラクターの連携感も増えていくみたいな感じのこうデザインにしました。そうするによってこうユーザーはじゃあどの、 あのパーティーメンバーでこう冒険しようっていうのをユーザーが自分で選ぶことができるんですよね。キャラクターの組み合わせについては、まあ、当然その好きなキャラクターで遊びたいっていうのがあるとは思うんで、まあ、そこで例えばこう好きなキャラクターなのに苦手なアクション性だったりとかっていうのはまあどうしても発生するとは思うんですけど、まあ、それをこう防ぐために全部同じようなキャラクターにしちゃうと、まあ、なかなかこうバトルに厚みが出ないので、まあ、そこはあえてそのキャラ の, その特性からまあイメージできるようなスタイルをこう意識して作って、まあ組み合わせによって全然違う戦い方になったりするっていうのは、まあそうですね、好きなキャラクター使いたいけどこのキャラクターの遊び方をこうちょっとマスターしないといけないみたいなところもまあ乗り越えてもらう前提で、まあ少しこう差別化を大きくして作ってるっていうのはあります。全ユーザーに等しくそういうまあ連携の要素っていうのをちゃんと用意してあげることで、本当にユーザーがこう自分の好きな組み合わせでゲームを遊んでもらえるっていうところをまあ満たしたいっていうところがあったので、まあそういうようなところにもちょっとやっぱりコストをかけながらものづくりしたっていうのはあります。結構いろんなキャラクター組み合わせてるんでどれも使い勝手がいいんですけど、 I can bet you FF7 らしいなっていうところで言うと、やっぱりあのレッド13とかケットシーの組み合わせのあの連携アビリティっていうのはあのすごい可愛らしく作ってるんですよ。ケットシーはなんて言うんでしょうね、猫っぽさを出しつつなんちゅう普通に喋ったり会話したりするんで、まあその辺はなんか人に
なりすぎないようにというかは気をつけていましたね。まあ、あとはキトシーは可愛いキャラなので役者さんもコミカルに動いてくれて、動き自体にも、まあ、表情のあるいい演技ができてるのかなと思います。体のサイズ的にモーグリはよりどちらかというとケットシーはちっちゃくて見えないんですけれども、見えづらいんですけれども、モーグリはの方で表現をしたいというところで、モーグリに特徴的な動きとかそういうポーズを取らせて、まあ、2人合わさった時のこう印象と、それぞれ別で動いた時の印象というのをちゃんと触っていて、まあ、ユーザーが楽しみながら切り替えながら、But to be honest for me, he was still my least favorite character in terms of combat in Rebirth. At least that was for me. I mean, other people might feel differently, of course, but yeah.リバース、まあ、リメイクリバースのシナリオを書く上でそのにはないシーンを加えて拡張していった調するということを、まあ、たくさんしたんですけども、それはそのキャラクターを深掘りした時にデフォルメされてた、感情的にデフォルメされてた部分をそのドラマとしてちゃんと描きたい、そのまあ今作まあ、こう自分でこういうものづくりをしていってこうすごくこう思ったのは、まあ、今作ゲームを開始すると一章っていうのはニブルヘイムのもう過去編からこう始まるんですね。なんで、まあ、本当にセフィロスを操作しながら一緒にクラウドの 若彼氏クラウドと一緒にこうニブルマコールを探索するんですけど、その時のセフィロスってまだこう人間味のあるセフィロスなんですよね。やっぱり普通にこうなんだろう、最初からいわゆる世界を滅ぼす悪の化身みたいな部分で過去に存在していた人が、まあいろんな事情によりその悪として、まあ悪に落ちてしまったんですかね。シンプルに最初から悪者っていうのが、There were times where I like, もともとは自分の尊敬する相手であり、もしくは同じこう。He would still have to be my favorite. I mean, besides Cloud. Just because of his long range and how powerful he is. It can really be helpful, for sure. リバースの2作目においては、やっぱそこは明確に姿やこう会話をすることで、よりセフィロスを印象付け、彼を追わなきゃならないっていうような気持ちにさせるっていうのは。Such a river main undefeated. セフィロスを知る、セフィロスを触るっていうその無関係。100%第三者じゃなくしたかったんですよね。身内に引き寄せたかったっていうのがあったんで、だからこのプレイヤーとしてセフィロスを触れるっていうのは僕としてはすごく重要なポイントだと思っていたので、敵である、強大な敵である存在をこう仲間としてちゃんと感じてもらうだとか、まあ、そういう要素っていうのがセブンで外せない部分だと思っていたので、セフィロスは必須でした。本作のローカライズ言語数ですが、前作と同じでボイスは英語、フランス語、ドイツ語の3言語、字幕は欧米言語ですとか、あとアジア言語など10言語にローカライズしていまして、各国のユーザーの皆さんに、まあ、それぞれの言語で日本語版と同じ世界観を体験いただけるように工夫を凝らしています。リメイクでもそうでしたが、エアリスのセリフが結構難しかったです。彼女の動作と話し方がとても特徴的で、文章の中で大きな間を置くことが多いんですけれども、例えば、日本語が一つの文章でもその文章の中で、3つの間が空いた場合は、海外版では、まあ、2つか3つの文章にした方がリズム的に自然だったりしますが、まあ、そうすると、言葉の選択肢が限られてきますので、意外と難しかったです。 Yeah, I can imagine. 日本語の、意図や雰囲気を維持しながらたくさんのことを考慮しないと、いいローカライズができません。特に印象的だったリーバースに登場するシーンは最初のニブヘイムでの、シリーズにおけるストーリーの重要な部分であり、今まで見てたクラウドの性格とはまた違う面の、翻訳も楽しく収録もかなり盛り上がりました。通常のクラウドの演技とは全く違う、とても良いシーンにはなったと思います。リバースはテキスト量もボイス量も莫大なので、まあ、同じ規模のゲームと比較しても作業期間は長い方なのではないかなと思っています。
驚くほどですね、その25年前 のストーリーをそのまま再現しているところ、名場面に関してはそのまま再現していることが多いんですけれども、それでもですね本当にリアリティを持って伝わるし、そこにキャラクターのボイスであるとか、すごい専用の BGM が乗っかって見せることですね、より名場面が際立っている。パーティーメンバー同士、またはキャラクターのやり取りの中でキレキレのセリフ、面白い冗談、驚かせる進展や泣かせるシーンがいっぱい詰まってます。ストーリー以外にもですね、自由な広大な世界を探検する楽しみであるとか、いろんなクエストを探して、それぞれのキャラクターがどういうふうにそのクエストの中で行動するのかっていうのを見ることで、よりこれまで愛してこられたキャラクターがさらに好きになってもらえるように作っております。ぜひその辺を楽しんでいただければと思います。世界中を回るぐらいの勢いでもう走り回って、こういろんな街をこう何度も訪れたりとかして、もうくまなく見てほしいという気持ちはあるんですが、ただまあ自分はバトルがメインであるので、まあ一番バトルを楽しんでほしいし、全ての連携アビリティを見てほしいとぐらい思っているところではあります。本当にユーザーが自由にこのワールドマップを冒険しながら、まあ、今何をこう冒険しようかな、何を遊ぼうかなみたいなのを非常にユーザーの選択で決めれるようなこうゲームデザインにしているので、体感していただきたいかなと思います。このリバースという世界をちゃんとこう旅を続けても、旅をしてもらった中でそれぞれこう最後に何を思うかっていうのは人それぞれ多分その旅ありきで変わってくると思うので、それは楽しみにしていただきたいと思います。Yeah, man.